自民党長尾隆史、尖閣諸島に出漁へ。本日までに自民党の長尾隆史議員が水産庁の許可が下りれば5日の夜にも石垣市の漁港から出港し、尖閣諸島で漁を行うことが明らかになりました。長尾議員は産経新聞などの取材に対して、石垣の漁師たちの漁業活動を手伝うことが目的だ。 漁業従事者の見習いとして許可が出ればきっちりと行きたい。我が国固有の領土で漁業を行うというだけだ。漁業活動はどんな場所でも危険なので気を引き締めたいと表明されておられますが、この長尾議員、平成25年にも尖閣諸島にて漁を行い、まあ、その際に中国交戦に 10時間以上追いかけ回された経験がございますが、現状、尖閣諸島で漁を行おうといたしますと、計画が中国側に漏えいしているようであり、漁船の到着時間に合わせて、中国海警局の船が現れるといった、 問題も発生しておりますので、ぜひとも自民党の長尾隆議員には、こちら、どこから情報が漏れているのか、突き止めるためにも、様々な対策を講じていただき、また、尖閣諸島において、漁を行う場合は、できれば、まあ、可能であれば、現場の映像をリアルタイムに動画配信するなどして、 中国側の侵略行為を国民だけではなく世界に暴露できるように準備を進めていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。